70式 130mm 自走ロケット砲は1970年代に中華人民共和国の中国北社によって設計、製造された最初の早期式自走多連装ロケット砲である。これは63式装甲兵員輸送車のシャーシと19連装 130mm 口径のロケット発射機を組み合わせて開発されている。主に 中国人民解放軍の戦車部隊と火力支援用砲兵ユニットに配備された。1970年2月、早期式 130mm 自走ロケット砲の開発が正式に開始され、中国北社が担当した。設計の最終決定は1970年11月に承認され、砲に残る欠陥は生産試験中に解決する必要があった。 1971年に18台のパイロット生産車両が中国人民解放軍の第一戦車部隊に割り当てられた。試験車両の経験をフィードバックした後、1972年に改良版を完成させて他の部隊に納入したが、1972年版にはまだ問題が残っていた。改良後、1974年に追加試験に合格した。 1977年に再設計、完成し、70式1 3 0ト、mm、ル自走ロケット砲と命名された。1979年に正式に量産され、合計244台の車両が生産された。70式1 3 0ト、mm、ル自走ロケット砲は、1979年の中越戦争に参加し、軍からも好評であった。1990年代に、 予備軍に移管された後、人民解放軍の手段及び連帯レベルの多連装ロケット砲は 122mm モデルに置き換えられた。70式 130mm 自走ロケット砲のシャーシは水陸両用フロート機能を備えた63式 A 型装甲兵員輸送車を採用。多連装ロケット砲を搭載するため、車体後部上部を改造。多連装ロケット砲は、 63式 107mm ロケット砲より移植した2列19連装で構成。ロケット発射後部の炎で車体が焼けるのを防ぐため、油圧リフト構造で設計されている。ロケット砲は発射時に 50mm 上昇する。発射機と車体には移動時の衝突を防ぐため固定ロックが装備されている。 63型19連装 130mm ロケット発射機は長さ 1.05m の筒を持ち上下2層に分かれており電気を使って10秒で発射できるラック状のロケットの他にも20発の予備ロケットが車内に保管されており乗組員が人力でリロードできる車体の右側にはこの目的のためにペダルに乗り込んでリロードするための追加の人員がいる 1986年に新型の通信機器、つまり改良された車載無線機と車載インターコムに置き換えられた。この製品コードは WZ303A である。ありがとうございます。